ファーストステージの最終節となったこの試合、13位鳥栖との勝ち点差はわずかに2、勝てば順位が逆転します。まず試合の主導権を握ったのは新潟でした。前半7分、松原の鋭いパスに鈴木武蔵が反応すると、早くて低いクロスに田中達也、相手のゴールを脅かし試合を優位に進めます。このまま新潟ペースが続くと思われた前半15分、アクシデントが起こります。ゴール前へのパスに飛び出したゴールキーパー森田が相手と接触、相手とぶつかった際顔面を強打、負傷交代を余儀なくされます。すると流れは進み、前半27分、相手のコーナーキックを途中交代のゴールキーパー川並が一度はクリアしますが、最後は押し込まれてゴールネットを揺らされます。しかしオフサイドの判定、新潟は難を逃れます。なんとかピンチをしのいだ新潟は前半終了間際、加藤のコーナーキックをオルテースがそらして、最後は大野、決定的な場面を作り出しましたがゴールを挙げられず、先制点を奪えないまま試合を折り返します。後半になっても新潟ペース、14分、山崎がボールを奪うと得意のドリブルで相手を次々とかわし、鈴木武蔵へラストパス、鈴木武蔵の迫力ある突破もシュートまではいけず、新潟はもどかしい時間帯が続きます。試合が停滞気味になった後半33分でした。レオ・シルバの針の穴に糸を通すかのようなこの素晴らしいパスがコルテーゼ、クロスに飛び込んだ加藤のヘディング、ポストに当たった跳ね返りを山崎、ついに新潟が先制します。山崎は今シーズンリーグ戦初ゴールです。結局試合はこの1点を守り切った新潟が勝利、ファーストステージ最終節をホーム2連勝で締めくくりました。